ヤフオクにこの鍛錬製の、ローイングマシンを出品してるんですけども、使ってるところの動画が欲しいっていう問い合わせがあったんで、早速撮ります。言われるままって感じですね。まあローイング、これの特徴としては膝を置くわけですね。ここにね、足じゃなくて、だから腰に負担が少ないってやつですね。こうストレッチングの時は丸めて、引っ張る時はこう胸を出すですね。これは一般のローイングでも一緒ですよ。グーッとですね、肩甲骨をつけるか、まあ下に効かすかですね。まあその辺はちょっといろいろあるんですけども、でまあストレッチの時は絶対にこう丸めてこうですね、これ伸ばしきっても逃げないですかね。ラットマシンはに伸ばしきると逃げますからですね。グーッと、これハンドを使ってこうやると重たいのができるけど、それじゃなくて引っ張る時前に出してやるイメージですね。まあこれは効かせるトレーニングですけどね。当然こう高重量トレーニングの時は少し反動を使ってもいいですからね。で、止めてしっかり戻すって感じですね。もしくは止めずにこうやって遊んでても、まあそれは楽しいことは楽しいですからですね。ローイングだから、冒頭こぐみたいなマシンですね。で、この鍛錬性のマシンのいいところはやっぱりコンパクトだってことですね。小さくて、まあその割には耐久性はありますからですね。うちでも自分で使ってるんですけど、何ら問題ないですからね。あとこう、カールなんかもできますよ。これ、肘を上げてですね。立ってもできますしね。これ、ケーブルとして十分使えますからですね。また LD でこう、肩の後ろですかね、こう上げれば肩の方に効きますからね。いろんな使い方をやってるんですけどね。だからこのマシンは、まあ、LB ジムのメンバーさんも好きな方いらっしゃるんでですね、売るのはどうかなと思うんですけども、また新しいマシンが入ってきますからね。今度はちょっとケーブルの、を入れるんで、まあ、ダブりますんで。これものすごくいいですよ。家庭に置いてたらいいんじゃないですかね。ただしこれが分解ができないからですね、発想が難しいかなと思うんですけども、できないことないですからね。まあ、興味がある方はぜひね、お問い合わせください。使い方をもう一回動画撮ってくれても構いませんからね、何度でも撮りますよって感じですね。まあ本当お問い合わせありがとうございます。感謝感激でございますね。